楽天生命パーク宮城には大観衆が詰めかけています。東北楽天ゴールデンイーグルス対北海道日本ハムファイターズのゲームです。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目してらっしゃいますか？とにかくね、1、2番の出塁ですよね。その辺が打線のつながりを生むと思いますよ。ではそのあたり注目していきましょう。さあ、そして打席には太田が入っています。さあ、ランナーを得点圏に背負っています。早い段階から相手のチャンスを潰し続けることが重要ですから、しっかり切り抜けてほしいですね。なるほど、そうですね。センターへ持っていった。ぐんぐん伸びる外野、大きな打球になった。頭上を越えていった。中継にボールが送られる。同点のランナーが三塁を回った。ファーストランナーもホームイン。ファイターズ同点、2対2。イーグルスなおもピンチが続く。楽天イーグルス痛い敗戦となってしまいました。西さん、結局最後まで投打が噛み合わないままゲームセットになってしまいましたね。流れとしてはね、悪くないんですけどもね、もうちょっと打線がね、頑張ってほしいなと思いますけどもね。明日以降ぜひそのあたり期待したいところです。勝ったファイターズ、接戦をものにしました。一方のイーグルスですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはイーグルス敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで楽天生命パーク宮城から失礼します。本日は最後までご観戦誠にありがとうございました。どうぞお帰りの際はお忘れ物のないよう、またお足元にお気をつけてお帰りください。またゴミの分別にもご協力ください。ご観戦誠にありがとうございました。